皆さんこんにちは、ビームスジャパンのリーです。本日はこちら、ビームスジャパンオリジナル秋冬の新作をご紹介いたします。それではビームスジャパンオリジナルの商品から、本日は二方ニットをご紹介いたします。まずはこちら、私が着用しているニットからご紹介いたします。こちらモヘアコンのニットでございまして、3色展開で今回ご用意しております。私が着用しているイエローのカラーとはこちらブルーのお色、そしてブラックの3色展開でご用意しております。こちらのニットは素材といたしましては、モヘアとナイロン、そしてウールで仕上げたニットになっております。近年ヴィンテージ業界でもかなり盛り上げを見せているモヘアニットなんですけれども、こちら今回使用しているモヘアなのですが、南アフリカの地域で大切に飼育されているアンゴラヤギのモヘアを使用しております。かなり上質な素材でございまして、こう毛足が長く光沢のある素材感が特徴的になっております。ふんわりと仕上げておりますので、たっぷり空気を含んですごく暖かく着用していただけます。こちら縫製といたしましては、ポールガーメントというこう編み目が出ないようなこう仕上げとなっておりますので、こう着ていただいた時も本当にこうつなぎ目が感じられないので、とても着心地よく着ていただけます。そしてサイズ展開といたしましては、0と1の2サイズ展開でございまして、かなりこうたっぷりしたサイズ感なので、中に今このビームスジャパンオリジナルのシアタートルネックを着用しているんですけれども、こう1枚で着ていただいてももちろんいいのですが、重ね着で着用していただけるサイズ感になっております。今回クルーネックではなく、この少し競り上がったネックもポイントになっております。そして個人的におすすめなのはこちらのイエロー、こうモヘアの毛足というのが一番こう特徴的に出るようなカラーリングになっております。そしてニットといえば取り扱いがちょっと心配だなと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、着用した際はお家に帰られた後にこうブラッシングをしていただいて、こう表面の汚れを取っていただけると長く大切に着ていただけると思いますので、こうブラッシングでケアしていただくことをおすすめいたします。はい、続いてご紹介するのがこちら、このマネキンも着ているアランニットベストでございます。近年結構暖冬が続くということで、プルオーバーの長袖ニットもそうなんですけれども、こう重ね着を楽しんでいただけるこう季節が増えたと思います。そこでやっぱり活躍するのがベストだということで、今回ニットベストを作っております。はい、こちらのニットベストも3色展開でご用意しておりまして、今マネキンが着ているオレンジ色とはこちらのブラウン、そしてブルーの3色展開でございます。こちらサイズはワンサイズ展開になっておりまして、かなりオーバーサイズなシルエットでございます。この肩のラインを見ていただけると分かるんですけれども、肩がすっぽり隠れるようなデザインになっておりますので、こう着ていただくとお時間がすごく綺麗に出るようなシルエットになっております。そしてこの表面地を見ていただけると分かるんですが、素材といたしましてはウール 100% なんですけれども、柔らかいウールと少しこう張りやこしのあるウールをブレンドしているので、こう表情が綺麗に出るようになっております。表面はこちらケーブルニットでなっているのですが、裏とまた編み方を変えておりますので、前のシルエットと後ろのシルエットが異なるのも特徴的
となっております。まあ、サイズ感といたしましてはお尻が隠れるほどのこう長さがあるので、まあ、ケーブルニットで少し重たいかなと思われがちなんですけれども、着ていただくととても軽やかで着やすいので、実際に着用していただきたい一着となっております。でポイントといたしまして、このポケットがついていることも一つこうアクセントになっておすすめポイントでございます。そしてコーディネートといたしましては、この今マネキンが着用しているように中にシャツを着ていただいてもいいですし、ワンピースなどの上からアクセントとして1枚さっと羽織っていただくのもおすすめなコーディネートとなっております。そして今回ご紹介したニット2型以外もビームスジャパンオリジナルの商品がございますので、ぜひオンラインページでご覧いただければと思います。ビームスジャパンのスタッフもこちらのアイテムを着用してコーディネートを組んでおりますので、ぜひ楽しんで見ていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのアイテムはビームスジャパン3店舗にて販売しております。またオンラインでもご覧いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。そしてもしよろしければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。